まあ、東証プライムに上場している会社なんですけど、まあ、その下に事業会社が、はいはいまあ、3社ぶら下がってるっていう企業グループ、はい、各自こうコミュニケーションが取れて、まあ、情報収集できる、まあ、関係性が築けるかっていうポイントを結構大事にしてたので、はいはい、スタートアップ同士 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組はイニシャルさんとヘンゲさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。千葉さん、長留さん、いつもお世話になっております。この番組を見ていただいている大体 20% ぐらいの視聴者の方が VC、CVC 業界の方なんですけど、おそらくその業界の方々、お顔を見たことある方とか、オフラインのイベントで会ったことある方もいらっしゃるのかなと思いますが、株式会社ラクーンホールディングス財務マネージャーの三原さんにご出演いただきますので、三原さん今回からよろしくお願いします。よろしくお願いします。1話目はまずはラクーンホールディングスさんが、まあ、そもそもどういう会社で、はい、どういう、まあ、いわゆる CVC 活動をしていらっしゃるのかというところをいろいろとお話をいただければなと思ってはいるんですけれども、はい、あんまりなんかラクーンホールディングスっていう社名を聞いたことある人なんかそこまでいらっしゃらないのかなとは思っているんですが、はい、なんか改めてどういうなんか来歴でどういう事業をやられている会社さんなんでしょうか。まあ、ラクーングループというふうに、うん、言ってるんですけれども、まあ、事業会社としてやってまして、まずサービスとしては、まあ、2B、まあ、主には、はいはいまあ、スタートアップ、あと SMB をターゲットにしてるんですけど、まあ、そこに EC 事業、 e-commerce 事業、うん、あとフィナンシャル事業、フィンテック事業ですね、はい、をやってる事業会社でして、ホールディングス自体はまあ持ち株会社で、あ、まあ、東証プライムに上場してる会社なんですけど、まあ、その下に事業会社が、まあ、3社ぶら下がってるっていう企業グループでございます。まあ、e-commerce 事業としては、まあ、こちら創業事業になるんですけど、スーパーデリバリーという卸売の EC プラットフォーム、まあ、形仕入れサイトですね、はいはいはい、イメージしやすいんですが、まあ、楽天市場のB2B 版みたいな形でメーカーさんとあの小売店さんをつないでるみたいな、そんなサービスになってまして、国内でももちろんやってるんですが、結構海外伸びてまして、いわゆる越境 EC の部分ですね。今の海外134カ国に使っていただいてるような、そういったサービスになってます。日本のメーカーさんが海外の小売店さんとか飲食店さんとかに卸売りをするっていう、そういう越境なんですか。あ、そうですね、あくまで輸出っていうところで、メーカーさんは国内のみっていう感じです。へえ、なるほどっすね、うん、それがじゃあ創業でいらっしゃって、はい、2番目の事業でいうとどの事業なんですか。あ、そちらがのフィナンシャル事業になるんですけど、スーパーデリバリー卸売りで、うん、まあ、卸売りやってると当然後払いっていうのが、まあまあうね、まあ、日本の、はい、商慣習的にあるので、はい、最初はスーパーデリバリー内で対応してたんですけど、まあ、どうやら他の業種、スーパーデリバリーと主にはファッション雑貨ってところになるんですが、まあ、他の、まあ、ジャンルでも、まあ、ニーズあるなっていうところで、うん、それだけ切り出して新たなビジネスできないかなっていうところで、2010年にペイドっていう後払い決済、簡単に言うと請求データさえいただければ請求書の発行発送回収とか回収リスクも含めて代行しますみたいなサービスを始めたっていうことです。なるほど、2010年と結構早いですよね。類似のサービスでいくつかあるのかなと思いますけど、かなり早い方のプレイだったっていらっしゃる感じですよね、はい、そうですね、一応一番最初始めたっていうところが強く、はい、最後の3つ目になるとどういう事業体になるんですか。3つ目で言うとウリホっていう、はいはいはい、まあ、売掛金の保証サービスやってて、ちょっとペイドとも関連するんですけど、その2010年にペイドを始めたタイミングで M&A をしまして、うんうんうん、まあ、どういった会社さんかっていうと、まあ、ノンバンクの審査をやってた、はい、まあ、事業部門を買収したっていう形なんですけど、もともとスーパーデリバリーファッション雑貨とお話しさせていただきましたが、まあ、その他に予診ノウハウはなかったので、まあ、外部からそのノンバンクの、それこそまあ本当にちょっと言葉あるんですけどレイヤーの低いというか、はい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 、ちょっと予診がんっていうところの、まあ、会社さんのデータをこう買ってきて、ノウハウ買ってきてペイドを始めて、でウリホもまあ一緒に始めたというか引き続きやってるっていう形で。なるほどですね、はい、そもそもどういう背景とかどういうまあ狙いがあってその CVC 活動みたいなところ、もちろん M&A ってところでさっきキーワード出てきましたけど、うん、どういう背景があってからだったんですか。うちが、まあ、ラクホールディングスって形で持ち株会社化したところからがスタートになるんですけど、2018年に、まあ、持ち株会社化、まあ、いわゆる持ち株会社があって、はいはい、子会社がぶら下がるっていう形にしてるんです。約5年ぐらい前ってことですね。そうですね、それぐらいで始めたんですけど、まあ、各事業会社が裁量を持って、まあ、機動力高くやっていくってのがあるんですが、うんうん、まあ、もう一つは、まあ、新規事業を生んでいきやすくなる、はいはい、下にぶら下げやすくなるというか、はいはい、まあ、そういったところも狙って始めたっていうところで、まあ、そこがきっかけで、まあ、新規事業をやっていく上で、うんうん、まあ、手段の一つとして、まあ、M&A だったり、まあ、出資ってところがあるので、ちょっと本格的に動き出したっていうところがきっかけです。上場企業さんですと中期経営計画ってものもあると思うんですけど、やっぱそういうところとも紐づいた戦略になってらっしゃるんですか。ありがとうございます。具体的な動き方としては中期経営計画に紐づいていて、はいはいはい、ちょっと簡単にお話しさせていただくと、
今中継計画中で、今2年目、今期2年目で来期が最終年になるんですが、もう簡単に言うと今既存事業に注力します。なんで今やってる e コマース事業とフィナンシャル事業をまあしっかり伸ばしていこうっていうフェーズで、その中継計画の中にじゃあ次の中継何するのかみたいな話も言及してるんですが、将来ビジョンみたいな形で、まあそこではその既存事業で得たそのノウハウとか強みを生かして新たな事業やっていこうっていうところがあるので、投資に関しては、まあ、今は既存事業に注力するっていうところで、当然そこ の周辺領域 EC 事業フィナンシャル領域に関してやっていくんですが、はいはいはい、正直そこまで積極的にやれてないっていう現状があって、次の中継でしっかりやっていくっていう中で、うん、まあ、今はその情報収集とか、まあ、本当にいいところがあれば引き続き検討はしてるんですけど、ね、LP 出資させていただいて情報収集とか、はいはいはい、まあ、そういったところメインに今動いてるっていう感じ。スタートアップ投資 TV では資金調達が必要な場面ですとか、どういうふうに資金調達したらいいのか分からない方々に向けて資金調達相談の窓口というのをやっております。概要欄の方から URL 見ていただければと思います。それでは番組後半もお楽しみください。ちょっと最後の方でちょっと触れてみたいただいた、まあ、LP 投資、いわゆるベンチャーキャピタルファンドさんに投資をするっていうところを、まあ、LP っていうふうに呼ぶとは思うんですけれども、改めてラクーンホールディングスさんのその CVC の戦略みたいなところでいうと、足元でいうとどういう方針でどういう VC さんに投資をしていこうとかっていうところも含め、どんなイメージでやってらっしゃるんですか。まあ、投資目的ってところで目的2つあって、はい、まあ、1つは我々が提供しているサービスのターゲットがスタートアップさんだったりするので、うんうんうん、我々のサービスを売っていきたい、うんうん、認知を向上させていきたいっていうところが一つと、まあ、もう一つが、まあ、新規事業を生んでいきたいってところでの、うん、M&A だけじゃなく業務提携も、うん、まあ、含めてやっていくっていうところが戦略ですね。直接投資の場合だと、まあ、すでにこういうところの投資をしていらっしゃるとか、うん、なんかこういう狙いとか、まあ、場合によってはこういう背景相性があるからやってらっしゃるというところ、例えばどういう会社さんがいらっしゃったりするんですか。今の中期経営計画でいうと、なかなか直接投資ってやりづらい、本体事業に集中って、ね、そうなんですよね。やりづらい中でも今期1社直接投資させていただいてて、ソーシャルインテリアさんっていう、はいはい、もうレヒターで出資、まあ、本当に 1% ぐらいっていう感じなんですけど、やれた理由としてはやっぱ本当事業シナジーっていうところで、もともと事業的に一緒にやってまして、ソーシャルインテリアさんってその知らない方もいらっしゃるかもしれないので、改めてどういう会社さんなんですか。ありがとうございます。家具のサブスクをやってる会社 で家具って当然金額が大きいので、はいはい、一回買っちゃうとなかなか処分というか、はいはいはい、まあ、動かしづらいとかあると思うんですけど、ソーシャルインテリアさんがサブスク化することで、まあ、月額で支払って初期投資を低く抑えられ るあとは飽きてしまったら、まあ、途中解約できる、なんかそんなビジネスモデルの会社なんです、はい、どういうところでシナジーとか相性があって、はい、これはいけるなってなってますか。まあ、ソーシャルインテリアさんは家具を仕入れて、はい、まあ、それを、まあ、貸すというか、うん、サブスクで提供するっていうビジネスモデルで、初期投資が結構必要なんです、はい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 、そうか、仕入れてますもんね、はい、仕入れてるのでお金が必要っていうところで、まあ、資金調達が結構肝になってくるんですけど、うん、そこでまさに我々と一緒にやってて、流動化っていう形で、うん、まあ、ファンドスキームで、うん、レンダーから調達するっていうのを組んでたんですけど、はい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 、まあ、当時ソーシャルインテリアさんそこまで、まあ、余震がっていうところも当時はあったので、なかなかソーシャルインテリアさん単体だと貸せないっていう事情があったの で我々が、まあ、ソーシャルインテリアさんプラス借り手っていうんですかね、うん、そこの保証に入ることで、まあ、レンダーさん貸しやすくなるというスキームでご一緒させていただいたっていうのがスタートです、はい、ソーシャルインテリアさんにとってはその資金調達スキームをより強化するためにラクーンさんに入っていただいて、まあ、入っていただいたからできるファイナンススキームも、まあ、実現してるっていう感じなんですね。そんなイメージ。また中継が切り替わったタイミングでより直接投資の方の裾野は広げていこうかなというのがタイミングなんですかね。まさにですね。でまさにそこのために今 LP 出資を積極的にやらせていただいて、まあ、情報収集とか、うん、まあ、キャピタリストさんがどう考えているとか、うん、まあ、そういったところを学ばせていただいているタイミングです。今まさにまあリリースでも出していただいてますけど、ガゼルキャピタル自体にもラクーンさんから LP 投資をいただいているかと思いますが、はい、LP 投資は今期昨年でいうと、なんかどういう方針でどういう VC さんに入れていったっていう感じだったんですか。ありがとうございます。まあ、一つとしてはまず情報収集ってところが肝になるので、うんうんうん、まあ、そうなるとじゃあ大きい VC さん、はいはいはい、まあ、情報いっぱい持ってる VC さんに入れようって普通はなると思うんですけど、やっぱりそうじゃなくて、やっぱりキャピタリスト単位で逐次こうコミュニケーションが取れて、まあ、情報収集できる、まあ、関係性が築けるかっていうポイントを結構大事にしてたので、はいはい、まあ、今うちの投資の担当って、まあ、僕とあと担当役員2人でやってて、うんうん、窓口基本私しかいないので、はいはいはい、すごい大変な言い方すると私と馬が合うかみたいな
本当にそこの部分でやらせていただいたっていうところですと。あともう一つとしてはペイドっていうサービスが、うん、まあ、今スタートアップにより受けてるサービスなんですけど、まあ、ペイドを売ってもらうっていうところの中で、まあ、シード機の方に使っていただいた方がいい、まあ、理由としては、まあ、レイターンだとスイッチコストがっていうところもあったりとかして、うんうん、まあ、そうなるとやっぱシード VC の、 方々に対してリレーションを作りたいなっていうところで、はい、そういった基準であの LP 出資はさせていただいてます。じゃあ本当にシードこの頃の投資をされていらっしゃって、まあ、ちゃんと担当者とまあ連絡取りやす、はい、そもそもあんまり連絡取らない VC さんもいますもんね、LP さん。いや結構多い、あ、まあ、そういう方針でやってらっしゃる。そうですね、方針もありますしね、はい、結構それも含めて多分三原さんご自身と合う合わないっていうのもあるんだと思いますし、そうですね、直近だと何ファンドぐらいに投資されたんですか。今期でいうと6社です、はい、結構びっくりされます弊社以外だとどういう VC さんにそれでいうと投資されたんですか。羅列させていただくとローンチパッドファンドさん、ほうほうほう、まさにシード系ですね。そう、シードですね。ニューコマースベンチャーズ、はい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 、クオンタムリープベンチャーズ、 あとあのバカさんの、はいはいはい、生成 AI ファンド、はい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 、と、エッグフォワードさん、おと、エッグフォワードさんか、そうなんですよ、初号ファンドだったんですけど、はい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 、と、まあ、オーシャン、はいはいはい、はい、今後で言うとなんか変わらずシード向けのファンドで、はい、担当者がちゃんとコミュニケーションできるところっていうのが変わらず大前提になっていくんですか。あ、そこは変わらずやっていこうかなと思っていて、まあ、一旦今期結構新たな試みってところもあったので一気にガンとやらせていただいて、まあ、来期以降はまあ追加出資とか、まあ、新規も当然まあ考えながら安定的にやっていこうかなってところです。方針は特に変える予定はないですね。改めてラクーンさんが、まあ、どういう背景で CVC やっていらっしゃるとか、はい、今後、まあ、その中継に伴ってだいぶまたラクーンさんの直接投資の方も色変わってくると思いますし、場合によってはその M&A ってところもまあスタートアップと相性がいいところであれば積極的にやられていかれるのかなと思うんですけど、 IR を見ていくと、まあ、いろいろまたラクーンさんの方針がよくわかるっていう感じなんですか。あ、そうですね、そこは逐一出していこうかなというふうに思ってます。もしあのこの動画見ていただいて直接何かお話ししたりとか業務提携であれ資本提携であれあの連絡したいっていう場合はどこから連絡するのが一番良さそうですか。私 Facebook もやってますし、そこが一番早いかなと。まあまあ石橋さんでもいいですし、はい、そんな形で、はい、直接ご連絡ください、はい、動画 あの概要欄の方ですね、三原さんのまあプロフィールのところにあの Facebook の URL も記載をさせていただきますので、ぜひそちらの方からご関心ある方はお問い合わせいただいても大丈夫ですし、おそらくこの動画出る頃にはですね、新しい弊社のサービスで資金調達の窓口っていうサービスが始まっているはずなので、そこからお問い合わせいただいても三原さんたち あのつなぎはできるかなと思っております。それでは第2弾ですね、三原さんご自身がそもそもどういう人なんだっていうところも含めて、僕と会うファンドには投資してるみたいなお話もあったので、まあまあ、いや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 まあまあそれはなんかサブのサブの基準ではあるとは思うんですけれども、はい、お話しいただければと思っておりますので引き続きよろしくお願いいたします、はい、お願いします。それでは皆さん次回もお見逃しのないようにチャンネル登録とグッドボタンも押しておいていただけると大変ありがたいなと思っております。次回もお会いしましょう。さよなら。